はいどうも皆さんこんばんは、よいです。今回はですね、希少種そしてティガレックス亜種、希少種2体とティガレックス亜種の調査クエストを出現したので、ちょっとそのね、あの条件などまあ合ってるかわかんないんですけど、まあ多分これだなっていうのがあるので、ちょっと紹介していこうかなと思います。まず調査クエストが出ているので見てみましょう。はい、このようにリオレイヤ希少種、リオレース希少種などの狩猟、こんな風に出てきましたので、まあこれどうやって出したかっていうのをね、ちょっと紹介していきます。ですね、まず条件がありまして、まずモンスター発見してください。まあこれは最優先のことですね。で、研究レベルなんですが、まあ、これちょっと関係あるかわかんないんですけど、44、まあ、見つけたのが3、リオレウスが3だったかな、3の時に見つけたので、多分これは関係ないかなと思うんですね。4にしなきゃいけないとか、多分そういうのはない可能性の方が高いんですけど、実はこの、リオレイヤ希少種、リオレウス希少種、そしてティガレックス亜種、この2体なんですが、実は、フリークエストがあるんですね。捕獲できるんですけど、捕獲すると、闘技大会が、出てくるんですよ。まあ、ちょっと今出てこないんですけど、マスターランク6、これで出てくるんですけど、特殊闘技場、これで、ティガレックス亜種、リオレウス希少種、リオレイヤ希少種、3つとも出てくるので、ちょっとこれをやっていただければ、ちょっと3、研究レベルも上がるかなっていうのもありますし、まあ、とりあえず発見していただいて、まあ、ちょっとそのフリークエスト、クリアするっていうのを、出た時の共通の、クリアしていた事項になるので、おそらくフリークエストが関係してくるんじゃないかなっていうのは一つあります。で、そのフリークエストをクリアしたら何をするかなんですが、そのリオレウス希少種、ティガレックス亜種、リオレイヤ希少種、この3つのフリークエスト、もしくは、まあ、欲しいやつ、クリアしたらなんですが、探索に行ってください。流血症の地に行ってください。で、痕跡を集めるんですが、確認できたのが、リオレウス亜種、そしてイビルジョーだったんですね。この2体の痕跡をたどることで、リオレイヤ希少種、リオレウス希少種の調査クエストが出てきたので、おそらくそれが関係してるんじゃないかなと思います。一応イビルジョーはティガレックスも出てきました。で、ティガレックスの原種がここでは出てくるので、ティガレックス亜種はティガレックス原種の痕跡を集めるのが一番早いと思います。リオレウス、リオレイヤはリオレウス亜種の痕跡もしくはイビルジョーで探してみてください。一応ティガレックスで痕跡やった時結構出現したんですけど、希少種に関しては全然出てこなかったです。本当に全然出てこなかった。リオレウス亜種もイビルジョーもどっちもなんですが、8個ぐらい、調査ノートが更新されましたって出て1個あるかないか。そして、被る可能性もあるので、リオレウス出て、もう一回行こうってなって8個ゲットして、そうしたらまたリオレウス希少種同じのだったみたいなことがあるので、ちょっと根気強く、まあ、ビル城をストーカーしてみてください。まあ、一応方法の、一番いいのとしては、隠れるのもいいんですけど、肥やし玉がいいんじゃないかなと、個人的には思います。肥やし玉で、イビルジョーとか、イビルジョーがいいですね。どちらかというと、リオレウス飛んじゃうんで、イビルジョーで、肥やし玉打って、歩かせて、足跡を痕跡として入手していくっていうのが結構、効率良かったんで、ちょっとね、参考にしてみる、見ていただければと思います。そうすることで、ランダムにはなるんですが、調査クエスト出てくるので、まあ、一番手っ取り早いのは、調査クエスト、救難信号で出てる調査クエスト、リオレウス希少種とかの調査クエストをやって、痕跡を集めるのが一番手っ取り早いんですが、なかなかね、貼られてはいないので、
まあ、そうなるとやっぱ発見してフリークエストクリアして流血症の地に行って痕跡を集めるっていう形になると思うので、ちょっとそこは難しいかなとは思うんですが、まあ、あとはフレンドの方がもしなんか友達とかがリオレースリオレイヤーのなんか希少種のやつ持ってるとかだったら入れてもらえるっていうこともまあできなくはないんですけどね。まあそれあったら一番手っ取り早いかなとは思います。まあただそれができないって方はやっぱ痕跡集めないといけないんで、ちょっと根気強くやってみてください。一応リオレース希少種とリオレイヤー希少種がもう出ちゃえば、あと痕跡集めちゃえば後からも勝手に出てくるので、一個さえ出ればあとはその調査クエスト行って痕跡集めてループって感じになると思うので、最初の1個を出すのがちょっと難しいみたいな感じになると思います。一応フリークエストなんですけど、もしかしたら研究レベル3以上必要になるかもしれません。まあ、出てきた時の状況がそうだったので、研究レベル3のフリークエストどっちもクリアしていて、リオレイヤー希少種が出てきましたね。なんでおそらくその形になってるかもしれないんですが、まあ、フリークエストクリアするだけでいけるかもしれません。よかったら皆さんも調査クエストやってみてください。一応この調査クエストに関しては配信でちょっとね参加型でやろうかなと思うので、よかったらまあ参加していただければと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターでね配信とかやりますとかツイッターつぶやいてるので、よかったらフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ。